おはようございます。釣り子 TV です。キープキャスト2018で買ってきたものをいろいろと紹介していっておりますが、ディスタイム黒いものがずっと動いてるだけのような変な感覚なんですよね、はい、でそれが例えばボディのじゃあ真ん中だけ、まだレゼルバー行ったんだ。レゼルバー4個よく入ってるだから動いてるよ。例えばキャッチとサイズのデキレースだと思われてるからお前にはまず当たんねえだろ全然当たんないからさどうなってんのかなと思ってさ、ふかけさんダメだ、できれいそれもう名前入れたらもう当選確定だろうなと思ってさ、いいぞこれ、ババクンはいる。あ、すみません、亀山ダムから2人連れて仲間たちをあ、まだスピナメ売ってるんですか。はい、2分の1だけなんですスピナメ1個買おうかなかっこいいね。赤ですからね。あ、いいね。そうね。これは馬場君はどこで使うんですか。亀山だったら。亀山だったら日本だと使いますね。なんで。ああ。笹川の中流行くから。笹川中流、はい。関東の人に会えてよかった。全然いないんで。え？うずらからとか今これで釣れちゃうんじゃないですか。ですね。これ。こんにちは。じゃあこれください。ありがとうございます。1400円。はい。ここからは。みんな日誌ガイドに乗ってる人たちなんで、日誌さんにちょっとご挨拶に来たんですけど、今お仕事中なんでちょっと時間見てもう一回ありがとうございます。いやここは行っとくべきだよな。これ限定とか限定カラーでしょ。でも売り切れちゃいますよこれね。あのレゼルブのプリスポーカラーね、あれすごい気になってたんですけども、あそこら辺はもう大人気でですね、一瞬で売り切れちゃっていたみたいなんですが、一つですね結構ですね変えたルアーがあるので見ていきたいと思います。これ買ったんですよ、これね、ディースパイカーのスペシャルカラーですね、スーパープリスポーンっていうことで、釣れそうじゃないですかねえ。こんな感じ、2分の1オンスっていうことで、結構使うのは8分の3オンスとかだったりするんで、8分の3オンスあったらなと思ったんですけども、あの行ったらですね、この2分の1オンスがあと何個かっていう状況だったので、まあでもですね、せっかくなんで一つ買ってみましたよ。久しぶりにですね、 D スパイカー買いましたけど、今在庫で手持ちで2個か3個ぐらいスピナベボックスの中に入ってるんで、追加で購入っていうことなんですけども、スペシャルカラーっていうことなんで、早速ですね、まあ開けてどんな感じのカラーか見ていきたいと思います。これで外せば見れるかな。ディスタイルブースね、すごいね、ブースも大きくてですね、で結構もうみんな全員集合だったんじゃないですかね。もちろんびわ湖の日誌とかみんないらっしゃいましたけども、亀山ダムのね、ババ君とかもね、頑張っていろいろ商品の説明とかしていて、ほんと全員集合で、なかなか豪華なブースだなって、トークショーなんかもいっぱいやっていたんで、チラチラ見に行ったりしてたんですけども、こんな感じ。わー、結構こうねえ、スペシャルカラーっていうことで、この根元の方がちょっと網目状の塗装になってるところから真っ黒になっていきまして、で腹側もグラデーションしてますね。このセンターはちょっと黄色なんですけど、そこから濃いオレンジに変わっていって、で徐々に黒くなっていく。でブレードは金ね、こんな感じで、で D スパイカーのやっぱ一番の特徴ですよね、この可動式のアーム。まあまあまあ、2分の1オンスはあんまり持っていなかったんで、これを機に2分の1も使ってみれるっていう感じでいいなとは思って買ったんですけども、改めて見るとやっぱりほんとこういう専用の細かい
パーツが、ね、綺麗に作り込まれてますよね。でこのまあビーズが入っていたりとかしてこういうことになってるんですね。あ、そう、スカートはですねこういう感じで、これまたツートンカラーでね、映えますね。なかなかいい色味なんじゃないかななんていう風に思いますけども、結構まあ普通に使ってももちろん釣れるんですけども、フローターとかでやっぱりダム湖とかでですね投げて、何ですかね、こう切り立った岩盤とかにこう投げてフリーフォールするときに、本当このブレードがヘリコプターみたいな感じでプル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 って落ちてってくれるんですよね。だから投げて、まあ、ちょっと気持ちそのあまあフリーまではしないんですけど、気持ちテンションをかけるとその岩壁にもしくはその岩盤に沿ってこう比較的タイトにギラ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 って落とし込んでいけることができるんで、そういう時にココココココンコンっていう感じで入る、こういう使い方ができるっていうのがこのDスパイクはすごいお気に入りなんですけども、もちろんですねこの特徴的なブレードとかもあるんで、ただ巻きですね、普通に風が吹いた時に表層をサラーって投げる時もですね結構簡単にバスを引っ張ってきてくれるっていうイメージがあるんで、これのしかもプリスポーンスペシャルですかね、スーパープリスポーンですねっていうカラーなので、これからちょっと春先の風が吹いた時とか生暖かい雨が降った時ですね、積極的に投げていこうかななんていう風に考えて一つ、試しに買ってみました。というわけで本日の釣り子 TV はですねこれこんなカラーでしたよっていうご紹介ですけども、キープキャスト2018のディスタイルブース限定カラー、スーパープリスポーン、これを買ってきてみたい、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。